はい、和正です。今回の動画はメダカの越冬方法についてお話をしていきたいと思います。メダカの越冬方法、これは地域によってね、全然変わってくると思います。今回は、一般的に言われている越冬方法についてお話をしていきたいと思いますので、参考にしていただければ嬉しいです。寒冷地とかでもね、全然変わってきます。で、暖冬とかでもまた変わってきますので、今年はね、12月寒くなると言われていますので、越冬のね、準備、メダカたちのためにね、してあげる必要があるかなと思いますので、よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、まずはメダカの餌についてお話をしていきたいと思います。メダカの餌、越冬期間中は与える必要はありません。メダカの越冬期間と言われるのは、今はこんな感じで泳いでいますけど、越冬期間中はもうそこの方でね、じっとしている、状態を自分はね、越冬期間だと思います。真夏に比べると若干少しね、動きが違うかなといった感じなんですけども、気温が下がってくる、そして水温が下がってくるにつれて、この子たちは水面に上がってこなくなります。動きもね、緩やかになってきます。例えばこのね、カキ殻の下で隠れている、そういう時に、もうね、餌を与える必要がありません。与えてしまうと食べずにね、そのまま水質悪化につながってしまいますので、越冬期間中の餌やりっていうのは基本的に不要になります。そしてこれからの時期ですね、水温が最高ですね、日中の最高水温が、気温が、20度を下回ってきたら、何をしなければいけないかというと、タンパクの低い餌を選ぶ必要があります。こういうね、餌を使われている方が多いと思います。真夏はこのね、産卵繁殖用だったりとか、稚魚張り子用にね、タンパクの多いね、餌を選ばれている方が多いんじゃないかなと思います。今からの時期ですね、水温が下がってくる、最高気温がね、20度下回ってくれば、こちらのね、餌に、切り替えるということが、というね、方が多いと思います。この餌と、この餌の違いっていうのは、どちらともね、これ、産卵数孵化率に配慮とかね、産卵育成用フードって書いてますけど、実はね、中身というか、タンパクがね、こちらは、金パケの方は 51%。こちらのメダカの餌は、タンパク 33% 以上ということで、こちらの方がタンパクが低いんですよね。水温が下がってくると、活性が下がって、消化不良に、メダカはね、なりやすくなります。そんな時に、タンパクの低い餌を与えることによって、その消化不良っていうのをね、ある程度防げるといった感じになります。真夏のようにずっとね、水温が低いのに上げ続けると、消化不良、白い糞をね、しだすんですよね。消化不良になることによって、下痢、下痢なんですけどね、消化不良、白いね、糞っていうのは下痢をしたり、あとね、体調を崩したり、そのままね、落ちてしまうということもありますので、水温が下がってきたら、このね、タンパクの低い餌を与えると、うちはね、水温が下がってきたら餌の量をね、調整する、この餌はね、変わらず与えるんですけども、少量を与えて消化不良にならないように、するようにしております。そして水温が10度を下回ってきたら、メダカたちがね、活性が下がってくる。そして水温が最高
気温の最高気温ではない最高水温がね、まあ、7度6度5度とかね下回ってきたらメダカたちはもうそこの方でじっとするのでもう餌をねそのまま与えないと、いった感じになります。はい、そして次に水の話になります。越冬期間中グリーンウォーターでメダカをね越冬させた方が生存率が上がりますよとか、あとねメダカにとっていいですよと言われることがね多いと思います。それはなぜかというと、今ねここうっすらグリーンウォーターになってるんですけども、このグリーンウォーターのこの緑色のものっていうのは植物性プランクトンになります。要は微生物の塊で緑っぽく見えるんですよね。なので微生物が豊富なので、先ほど言った越冬期間中に餌やりをしないという期間でもメダカにとって餌となるプランクトンがいるということで、それでね越冬させることができる。餌を与えてない期間でも体をね維持させることができる、このね体型を維持させることができるということで、植物性プランクトンが豊富なグリーンウォーターで越冬させるといいというふうに言われております。ただし気をつけないといけないのは、クリアウォーターでもね越冬できます。クリアウォーターでも自分たちの目にはね見えませんけど、植物プランクトンとか、まあ、動物プランクトンもそうですね、いますので、まあ、何らね問題なく越冬できます。なので無理にねグリーンウォーターにする必要もありませんし、無理にねクリアウォーターにする必要はありません。なので今のね飼育環境のまま越冬させるということがね大切になると思います。はい、そして次に柿の葉なんかがねいいと言われています。柿の葉なんですけど、なぜいいのかというとね、自分がね一番メリットが高いと思っているのは隠れ場所ですね。メダカはね越冬期間中そこの方でじっとしているんですよね。人間が来てその姿を見るとね、まあ異常なね速さで逃げたりするんですけども、要はそこでねストレスがかかっているんですよね。なので柿の葉があることによって、隠れていることによってメダカにとってねストレスがかからないと、いった感じになります。まあ、なぜね柿の葉なのかというと、普通の、まあ、枯れ葉とかでだったらね溶けてしまうんですけど、柿の葉はね水に溶けにくいので、まあ、それでメダカにとっていいと言われています。あとね抗菌とか病気の予防に効くねタンニンが出るとは言われているんですけども、まあそれはね正直気にする必要はないかなと、思います。あとね藁とかマジックリーフとか、そういうのがねいいと言われているんですけども、要は メダカのね隠れ場所があるということで、まあ、メリットがあるのかなと思います。まあ正直ね今まで使ったことありますけど、まあ必要かと言われれば必要ではないです。無理にね集める必要もありませんし、設置する必要はないです。まあ普通にね、まあ、この環境のまま自分は越冬させるつもりです。まあ、正直無理に揃えて環境をね変えてしまうよりは、まあ、現状の環境のまま越冬させるのがね一番いいかなと、思います。まあもちろんね地域によって必要な地域も出てくると思いますけども、まあ、そんなにね極寒になるような、まあ、あと雪がね思いっきり積もるような地域でない限り無理にね揃える必要はありません。はい、そして次に容器ですね。越冬期間中発泡スチロールがいいですよと、言われることが多いと思います。それはね地域によるかなと思います。
発泡スチロールを使うことによって水温の変化が緩やかになるんですよね。なので氷の張る地域とかね、雪が思い切り降るような地域であれば、発泡スチロールを使って越冬させた方が全てね氷になりにくいといった感じになります。まあ、西日本とか、まあ、一部のね東日本もそうなんですけども、そこまで寒くならない地域、氷がねそんなに張らない地域であれば、わざわざね発泡スチロールの容器に変える必要はありません。まあ、ここはね18リットルの容器なんですけども、氷を張るのは、まあ、例えばここであれば、ここまで水を入れたとしても1センチぐらいなので、正直ね気にする必要はないかなと思います。それがね10センチとか20センチとかね凍る地域もありますので、そういう地域は発泡スチロールをうまくね活用してもらって越冬させる必要があるかなと思います。まあ、そしてね容器の大きさなんですけども、大きければ大きいほどメダカにとって越冬しやすいものになります。例えばここね100均のスクエアボックスですけども、まあ、ここから1センチっていうとここら辺じゃないですか。要は氷が張る大きさを考慮して容器をね選んであげることが大切かなと思います。まあ、うちの地域はねそんなにこんなにね全てね凍るような地域ではありません。寒波が来た時に、まあ、1センチぐらい 1.5 センチ2センチぐらいかな、まあ、それぐらいなので、正直ねこのまま越冬させます。ただし、まあ、ほんとね氷を張る地域に関しては、まあ、このままだと全て凍ってしまいますので、発泡スチロールに変える、そしてもしくはね大きい発泡スチロールでないともう全て凍ってしまいますので、まあ、発泡スチロールを使う地域、まあ、必要じゃない地域をねしっかりと分ける必要があるかなと思います。まあ、正直ね、まあ、変える必要はない地域の方が多いと思います。これはね5リットル6リットルぐらい入るのかな、けど発泡スチロールは3リットル4リットルぐらいであれば、まあ、変える必要はないですね。越冬期間中は水替えもすることはないと思いますので、まあ、それも考慮した上で水量が多い地域、そしてそこの暑いね容器をね選んであげる必要があるかなと思います。まあ、そしてそれはねほとんど寒冷地、雪がいっぱい降る地域、そして、まあ、寒い地域ですよね。まあ、氷が張るような地域に関しては容器を深くして開けたりとか、発泡スチロールを使ってあげるということがね大切になります。はい、そして次に越冬させやすいメダカの大きさについてですね。越冬させやすいメダカの大きさに関してはやはり大きければ大きいほどいいです。まあ、今までね経験しなかったんですけども、昨年ですね割と小さい、これぐらいかな、どこ行った、ここだ、これぐらいの大きさで越冬させたんですけども、いやーうまくいかなくてほとんど残らずといった感じになります。もうほんとねこれぐらい、これぐらい映ってるかな、これぐらいかな、で越冬させようと思ったんですけども、いやー超えることができず、一昨年なんかまでは張り子抜けサイズでもね越冬させることができたんですけども、まあ、やはりね大きければ大きいほど越冬させることができるかなと思います。今ね張り子抜けサイズとかのままね飼育している方は、まあ、あとね1ヶ月2ヶ月でね 1.5 センチを超えるような大きさに成長させる必要があるかなと思います。どれぐらいかな、これぐらい、今これぐらいピントが合ってないかもしれないけど、まあ、目
ここまでね目標にして大きくさせる必要があるかなと思います。まあ、うちにもねまだまだハリコサイズぐらいの子がいるので、まあ、これからできる限りね大きくしてあげて、もしね小さいまま1センチに満たないとかそれぐらいのサイズであれば室内で成長させる必要があるかなと思います。はい、そして次にねエアレーションなんかの話になるんですけども、メダカが そこの方でねじっとしだすタイミングが来ます。まあ、水温がね10度を下回ってきたらだいぶ活性がに鈍くなってきて、まあ、6度ぐらいでそこの方でじっとしだすんですけども、そうなった時にはねもう水流を立てないためにもこのエアレーションっていうのはね止めてあげた方がストレスになりにくいですね。まあ、年中ねつけてる方もいるんですけども、まあ、ストレスとかねリスクを考えた時に止めた方がいいですね。そしてこんな感じでね露材を置いている方が多いと思うんですけども、メダカ越冬させる前にねリセットした方がいいと、言われます。その理由っていうのはこの露材をねこんな感じで置いてる方もそうですし敷き詰めてる方もそうですね、まあ、ヤゴがね潜んでいる可能性があるということになります。なのでヤゴと一緒にメダカを越冬させないためにも容器はね一旦リセットさせた方がいいです。まあ、おでなんかもねその時にね取ってあげて、まあ、リセットしてから越冬させた方がいいと言われるんですけども、まあ、正直ねおでとか、リセットしなくてもメダカたちはね普通に越冬するんですけども、まあ、やはりねヤゴはねメダカを食べますので食べられないためにも、まあ、リセットすると、いうことが大切になるかなと思います。まあ、去年ねリセットしてないおでがいっぱい溜まってるような容器もありましたけど、普通にね落ちることなくメダカたちは春を迎えることができました。まあ、ただしねヤゴがいたりなんかするとメダカの数も減りますし、まあ、最悪ね気づいたら全然メダカがいないなんていうこともねありえますので、容器はねリセットするに越したことはないです。ただし、まあ、11月とかねちょっと寒くなるかなと、15度、まだまだ日中がね暖かい時期を見計らってリセットするということでねストレスも軽くなって、まあ、無事にね越冬を迎えることができるようになるかなと思いますので、日中がねまだ暖かい時にリセットする、まあ、11月にするということがね一番理想的なのかなと思います。まあうちはねもうしないかなと、この露材もね変えようかなと思っていますので、まあそれも越冬期間中前にやろうかなと思っております。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はメダカの越冬方法についてお話をさせていただきました。いや毎年ねお話をさせていただいているんですけども、これがね暖冬になればまた話は変わってきます。そして何度も言ってますように地域によってね全然変わってきます。うちとね同じ環境で寒冷地でやってしまうとメダカたちはね全滅すると思います。なので地域に沿った越冬方法がありますので、まあ、地域の気温とかね、そういうのを見ながら越冬をねしてあげる必要があるかなと思います。まあ、最近はね本当暖冬が続いてますので、ほぼほぼね越冬期間っていうのはないなと思っています。なので餌やりもねずっとやってましたし、まあ、凍るのも、まあ、冬の間に2回か3回ぐらいあったかなといった感じですね。なので本当ね気温や地域によって越冬方法は変わりますので、
まあ、自分に合った環境っていうのをね見つけることが、まあ、越冬させる近道なのかなと思います。はい、今回の動画が少しでもいいなと思われた方、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。